今日は5分でトヨタ生産方式の全体像を話したいと思います <music> こんにちはリン・シグマ・マブラックベルトのマイクネガミです今回はとても難しい動画リクエストをいただきましたトヨタ生産方式の全体像を説明する動画を作ってくれないかトヨタ生産方式は多くの深くて重要な内容があります それを5分の動画で話すのですごいチャレンジです。この動画で多くの専門用語が出てきますが、今までそれについての動画を作ってきましたので、上にカードリンクが出てきた時にクリックして詳細を学ぶことができます。まずこの図を見てください。この図がまさにトヨタ生産方式の全体像を正確に表しています。 この図は大野泰一さんの弟子でトヨタの元会長でもある張藤士夫さんが作ったトヨタ生産方式の家図です。まず屋根に当てはまるのがトヨタのゴールで最最最高高品質、コスト最小化、短のリードタイム、安全第一、高いです。それを無駄を徹底排除することで工程を短縮して達成すると定義しています。 家のの中に大きな2つの柱ががあり、それがジャストインタイムと自動化ですジャストイインタイムとは必要なものを必要な時に必要な量だけ生産または調達し無駄を徹底排除するという思想です詳しくは上のリンクをクリックしてみてくださいそしてジャストインタイムを実現するためのツールが看板方式や一個流し方式なのです これにより工場内の流れをお客の需要に合わせた一定のリズムにしこれをトヨタではタクトタイムと呼んでいてそのリズムで工場全体が素晴らししいいチームプレーで稼働しています2つ目の柱の人面の自動化とは異常が出た時に機械が自動で止まり品質を工程内で作り込むようにする思想です人面のないい自動化とは違います。 それを実現するためのツールがアンドンやポカヨケなのですジャスインタイムでは仕掛け在庫が少ないので一部で異常が出て作業が止まったらすぐに工場全体に影響が出ますですので全工程で常に異常が出ない最高の状態を維持することが求められています そこで逆説的ですが異常が出たら製造ラインを止めてすぐに関係者が駆けつけて異常の根本原因を突き止め再発防止を考え標準作業に組み込むのですこれにより自動化は自分の工程を自分たちの手で改善していく仕組みなのですジャストインタイムがチームプレーを作り 自動化が改善のエンジンとなる。どちらが欠けても、ストヨタ生産方式は成り立たないのです。この家の真ん中にあうのが、継続的改善です。世の中の環境は、すべてがすごい速度で変わっていきます。継続的改善をしていかなければ、屋根にあるゴールを達成できません。その継続的改善を引っ張っていくのが、人材とチームワークです。 実は日本柱のジャストインタイムと自動化にはそれ自体に人材育成が同時にされる仕組みが備わっています。またトヨタの継続的改善を進めていく根本的な手段が無駄を徹底排除です。トヨタでは無駄の本質を7つの無駄として定義していて徹底排除をするためには各無駄の根本原因を突き止める必要があり彼らはなぜなぜ分析を使います。 机上の空論にならないよう管理職でも現場に出る現地現物を実践していて問題解決のために A3 報告書が使われますトヨタには村無理無駄という言葉があります村があれば無理が出てそれが無駄を作りますですから村が根本原因なので全ての場面で村をなくす平準化を施すのですそれが家図内の土台になります また蒸気全てを支えるのが作業の標準化であり目で見る管理でありそれが全てトヨタウェイと言われるトヨタの思想が中心土台となっていますちなみにこの本題名もズバリ「トヨタウェイ」の中に今日の内容が書かれています是非読んでみてください 今日はトヨタ生産方式の全体像を説明しました今日の内容を僕のブログエコノシフト .com で読めますこの動画説明欄の,この下をクリックして読んでみてください最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いしますまた関連ビデオをクリックしご覧になってみてくださいそれでは